申し上げた通り、あの人事案、示された人事案は今日までの原子力共生を推進してきた方であります。私たちが先ほど申し上げさせていただいた通り、原発ゼロに向けて戦っていくわけでありますから、全員に対して反対の意思を表明させていただいていること、皆さん方にご報告させていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。続きまして、今ご紹介しました岡島議員にお願いします。どうぞ。おかしいよそれ。皆さん、今日はあの私の他にもですね、たくさん来てますが、これを最後に代表してお話しさせていただきます。私たちはこの文明社会で生まれ育ちました。気づいたら全世界地球上にある原発780基ぐらい、そのうちの50基余りがこの日本にあります。日本の国土は地球上のわずか 0.8%、 そこに8% 以上、1割もの原発がある。そもそもがこんだけのエネルギーを供給する必要があったのか、原点から考えてもおかしい問題があります。さらには最終処理ができない、地球上にそんな技術ないんですから、それを当たり前のように使う、そういう政策を続けるわけにはいきません。美しい地球と人々の心を守るために一緒に戦いましょう。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。続きまして、坂本龍一さんにお願いします。こんばんは。坂本が音楽家の坂本龍一でございます。笑いが出ないですね、すみません。さすがにちょっとさて、あの政治家の方は本当にお話が上手で、縦板に水のように話されますけれども、話すことと信念、そしてやることをぜひ一致させてほしいです。よろしくお願いします。毎週のようにここに集まっている、市民の皆さんはですね、やはり今の、政党や政治家の人に自分たちの声を託せる人間がいないということで、そういう思いで皆さん集まっているのではないかと思います。今からでももちろん遅くないので、ぜひ、市民の声を代弁する、本当に代弁する政治家のに、なっていただきたいと。この原発の問題も決して選挙区の具にしないようにしていただきたい。この本当に、まあ、そこだけではなくて、全国でいろんなところで人々が集まって声を上げている。これは本当にもしかしたら戦後初めてかもしれません。今日本にやっと民主主義が根付こうと生まれようとしているのかなと。今までの民主主義は上から制度としてポコッと与えられたもので、本当には根付いてなかったんじゃないかなと思いますが、やはり自分たちの生命、命、生活に関係あるこのような深刻な問題に対して初めて誰から言われたわけでもなくて市民が声を上げている、この事実に僕は本当に感動していますし、僕も皆さんの一人としてここに来ています。これからも諦めずに声をかけ続けていきましょう。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。それでは締めコールいきます。締めコール、難しい方いきます。原子力規制委員会人事案撤回。原子力規制委員会人事案。
気をつけ。